石毛からスルーパス、村田シュート決まった。清水ついに逆転。いやー、すごいしますね。さすがの切り札。後半45分、村田勝ち点差を大きく手繰り寄せる逆転のゴールを決めました。川崎やられました。中盤のところで出したものがなくて、山川選手は今取ったわけですよ。そしてそこから前へどんどん出てくる。そしてやはりこう村田選手の勢いですよね。スピードの中でもギリギリのところで決めましたからね。ちょっとこう外に持ち出しすぎたのかなと思ったんですが、はい、シュート打つためには角度つけるっていうのもありますから、ディフェンスもそこで足を出してその下をくぐりましたけどね。いやー、乗ってます。村田勝ち点3への執念を見せました。そして川崎ベンチ、失点の瞬間森島を呼びました。高さのある森島準備、川崎フロンターレです。小宮山に変えて投入ですか。そしてマイボールしましたエスパスです。イスタリから裏、さあ村田ですが、オフサイドはない。さあ3点目が取れるか。村田決定的だ。どうだ、抜いた押し込むだけ。3点目、自分自身で誕生日の前祝い、誕生日おめでとう。3回目、あさってバースデーの村田、今シーズン2点目、試合終了間際貴重な3点目。3対0、水谷のボールで発動したこのシーンです。いやー、もう村田選手の、ね、特徴が生かされた、独走ですね。はい、まあ、最後もですね、しっかりと落ち着いてキーパーをかわして、まあ、ゴール流し込みましたよね。まあ、この3点目大きいんじゃないですか。